いつかいらっしゃい。頭痛いね、ちょっとね。頭痛いですね。この辺がね、ズキズキします。ダメかもしんない。ちょっとやばい。死ぬのか。いって。痛えな。ネコーアットマークブログ改めさんに。ネコーさんいらっしゃい。なんか今日やばいんだよね。虫の知らせってわかるかな。まぶたがビクビクするんだけど、これ。おお、コバミ久しぶり。どうした？いや、わかんないんだよ。原因不明で頭が頭痛がすごくて。で、その前の日からここはビク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 動いてて。で、これ、じいちゃんが死んだ時2回ともこれなったの。虫の知らせでなんか変なんだよね。これビクビク動いて、あれあれって痙攣する日があって、誰か死んだのかな。偏頭痛が分かんない。頭痛あんまり なんないんだよ俺。ここの後ろのこの後頭部がズキンって痛いんだよね。何なんだろう。ちょっとやだね。嫌な感じだよ。まさか金梅が、金梅さん死んだ金梅さん死んだのかないや、ないでしょ。なんか光くんがさっき言ってたよ。あのさんの飯食って、あの流動食あなんか食ってるって。大丈夫だと思うよ。そんな簡単に死なないでしょ人間は。そんな嫌はじゃないよ。はい、ワド2ゴルゴいらっしゃい。今日配信者多いね。めちゃめちゃ盛り上がってるじゃん。ワド2、この間の突然の睡魔と連動してないけどいいけどな。ちょっと怖いよね。ちょっと怖いね。ナルコっぽいのは治ったんだけどね。突然の睡魔は来なくなったね。何なんだろうな。ちょっと怖えよな。でも脳には痛覚ないんでしょ。脳が痛いっていうのはありえないらしいよね。頭蓋骨が痛いとか皮膚が痛いとかそういうことなんでしょ。神経とか普通ならないよね。今日トレーニングどうしようかな。今からやる？今からやる？トレーニング。今日休もうかな。体調悪い時無理禁物やめといた方がいいかな。昨日も体調悪かったけどジョギングだけはやっといたんだよね。ジョギングだけはやんなきゃと思ってさ。
まあ配信やるか。配信まったりにしようか。ちょっとここ数日ハードワークがたたってるからね。やめとくわ、今日は。あ、そうなんだ。無呼吸の装置いいじゃん。俺も無呼吸症候群だから。保険で5000円でつけられるんでしょ？つけた方がいいよ。無呼吸でね、寝てる間にぽっくりいっちゃうよ。光も和道も本当は精密検査行くといいんだけどな。何の精密？やだよ、病院嫌いなんだよ。人間死ぬ時は死ぬって。病院嫌いなんですよ。なんかあの負のオーラがすごいじゃん、病院って。もらっちゃうんだよね、そういうの。当てられるっていうかさ、それがすごい苦手で。光くん強いね。光くん強い。試合めっちゃ楽しみだよ、光くんとの試合。病院誰かに空気すら悪いもん。うん、病院行くのは性病もらった時ぐらい。そうだな、そうだな、大事よ、それは。行かないとダメよ、パートナーに移すのは良くない。では浮気もダメよ。俺風俗も行かねえかんな。風俗苦手なんですよ。昔好きだったけど、なんか女の子を金で買ってもなんか虚しいだけだなとか思っちゃって。もう風俗は行くことないだろうね。光初日でガード下がらなかったからスタミナ面がすごい。すごいね、ガード下がらなかったんだ。何ラウンドぐらいやったの？すごいわそれ、根性あるんだね。それはすごいよ。重たいからね、16オンス。てか体力が多分すごいあるんだろうな。体鋼だもん。16オンスがどれだけ重いかみんな分かってない。多分伝わってないと思うし、俺も実際届いた時から、まあ2日3日やってるわけだけど、もう、なんつうんだろうな。重たいとどうなるのかっていうのが分かんないよね。多分分かんなかったんだ。パンチが芯に当たらないし、そう、スピードは3倍ぐらい遅くなるんだよ、体感だと。もう自分のパンチじゃないみたいなの。だからやりづらいよ、やっぱり。腕上がんなくなってくるしね。あれは武器だよ、単純に。本当にやりづらい。めちゃめちゃ重たいですよ。まあ普通の人はね、グローブつける機会もないんじゃないの？8オンスも6オンスも。光
かるスパーリングも恐れなしで突っ込んでいったから、ただものではない。喧嘩慣れしてんじゃないの。やっぱ大会にも出てるし、蹴り方見てるけど、あれちゃんと習ってる人の蹴り方だったから、あの俺が今教わってること全部できてたもん。そのなんつうの、ピポットもできてるし、蹴りも綺麗だし。ヒカルくんは普通に経験者でしょ。あれ普通に強いよ。すごい楽しみな対戦カードになったのよ、セブンさんとヒカルくんが。頭痛い。なんだろうなこれ。ジョギングだけやろうかな。なんか練習してないと不安だかんな。ジョギングだけやろうかな。せっかく毎日積み重ねてるわけだからさ、ジョギングぐらいだったら大丈夫だよね多分。どう思う？ジョギングと、あ、やっぱあれな、8ラウンドやりてえな。自分の体見て走って調子悪くなったらすぐやめないと。頭は痛いんだよ。頭は痛いんだけど不安でしょうがないんだよね。最近さ、びっくりしたのが、カズレーサーさん知らないかもしれないけど、いなかった時に話したからあれだけど、寝てる時に、これ寝てんじゃん、そしたら上から物が降ってきたの、ドンって。えっと思ってびっくりしたら自分の左手だったのよ。寝てる時カーってしたらドンって左手が降りてきたの。これ何か分かんなかったの最初、パニックで。でも夢、その時見てた夢がテルジャンビンの殴り合ってる夢なのよ。だから俺夢の中で体が動くぐらいシャドウやってたの、戦ってんのよ。もう俺笑ったもんそれ。自分のさ、パンチで起きたっていうかさ、普通ありえないじゃん。笑わない？ボーンってパンチ打って自分のその反動で起きてんの、おかしいんだろうね。エミちゃんこんばんは。笑ったよあれは。どんだけグラップラーかよと思ったもん。どこを目指してるんだよな。お前は一体何になりてんだって話だよね。どうしようかな、練習やろうかな。まさかワンツー打つのがこんなに難しいと思ってなかったよ本当に。ワンツーも打てないかんね。
はい、こんばんは。おい、あつしさん、バガーありがとう。これから練習行こうかなーって迷ってますね。練習行くか。迷ってたってしょうがないもんね。準備するわ。でもどうやったんだろう。携帯がないな。いないよ、今日。本体いない。じゃあ配信切り替えます。オッツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。